にでもいる普通の女の子でした。ところがある日彼女の飼っていたペットが湖で逃げてしまいました。声が聞こえるのです。最初は小さな声でしたが次第に大きくはっきり聞こえてきました。彼女は見えないものが見えると言って気持ち悪がられてしまっていました。いつしかサナエさんは避けられるようになり、ついにはいじめられるようになってしまっていたのです。女子が一人いました。彼女はある日サナエさんを一人で屋上へ来るようにと呼び出しました。彼女はそこからサナエさんを突き落としてしまったのですが、下には誰もいないではありませんか。Cause I'm not